中年なう浅川図です。くだらないもの工房の匠です。はい、ということでね。たくくんがまた新商品を作ったということなんで、先にね。そっちの宣伝しちゃいましょうか。はい、えー、っとお風呂屋さんとか居酒屋さんとかにある？ あの、木製の鍵ですね。えー、下駄箱の鍵。あの、でっかいやつだね。ええー、絶対なくさないで有名なね。<laughs> あれ風の、えー、パスケースを作りましたので。<laughs> これはね、ちょっと画像を見てもらわないとピンとこないだろうから。残っちゃと思うんですけど、見ればわかると思います。あれ何実際に使ってみたのあの写真。そう、使ってみて、わざわざ使い行ったんですよ、ね。<laughs> 電車乗りもしねえのに。<laughs> ちゃんとピーしてるもんね、あれね。ピーして、ちゃんと動くのは確認してます。<laughs> <laughs> なるほどね。結構ね、厚みがあるんでね、あのー、ゃ、反応するかどうかは心配だったんですけど、ちゃんと反応しましたんで。で、第1弾がね、売り切れてしまったということで、うん、また再入荷があると。そうですね。第2弾が、ちょっとこれの配信がいつになるかわかんないですけど、えっ、ー、と、6月の4日あたりには、えー、出せそうなので、よかったら、えチェックしてみてください。はい、ということで、えー、ね、たくみくんの新商品でございましたが、はい、えー、今回はね、 クオーラっていうね、Q&A のね、サイトからなんですけれど、うん、会話しただけで頭が悪い人だなと感じる相手の特徴はどのようなものですかっていうことに関してね、うんえー、医療相談の仕事をしてるっていう方の回答がすごくね、こう話題になってると。うん、5個ね、過剰書きで書いてあるんですけれど、<laughs> えー、まずね、1個目。 唐突な固有名詞の登場。わ <laughs> かるんだよな。めちゃくちゃわかるんだよな。<laughs> ていうか本人にしかわかってない固有名詞出されると、うん、みんなついてけねえよっていう心の中の突っ込みがね。俺はこれ、あの、わざとやることは結構あるんですけど、あの、いや知らんがなっていう突っ込み待ちの状態の時はわざとやりますけど、 あのー、基本的に相手が知らないことを話題にしちゃいけないんですよね。会話って大体そういう感じだよね。うん。うんうそれであれば前提条件をちゃんと言うべき。親しい中だったら、お互いに通じるかもしれないマニアックな固有名詞とかはありなんだろうけれど、うんうん、特にさ、初対面とかさ、それを出すとなんか、あ、この人会話苦手なんかなってちょっと思っちゃうよね。思っちゃうんですよね。あと、これやる人の結構多いのが、うん、会話の途中途中で、 あの、登場人物がめちゃくちゃ増えるんですよね。<laughs> 今の誰みたいなやつが。<laughs> なるほどね。うん、ここにね、まあ、例が書いてあるけれど、はい、唐突にね、三丁目の鈴木さんがとか、うん、何々以来の何々先生は、みたいな、うん、他人が分かりようがない <laughs>。 こういう名詞が出てくると、その聞く側としては、そこを深掘りした方がいいのか、スルーした方がいいのか、ちょっと困っちゃうんだよね。そうなんですよね。まあ、俺、大体こういう話されると、ちょっと待って、今の誰って聞いちゃいますね。うん。でえ、続いてね、うん、時系列で話したがるっていうことで、はい。何時に、えー、どこどこに行って、その後誰誰に会って、と、日記のように時系列に話すために <laughs> 時間がかかる上に何が本題なのか全くわからないと。めちゃくちゃ分かりますね、これもね。 結論をまずね、聞きたかったりとか、うん、その、うん、話の論点を先にこう言ってほしいんだけど、順序立てて、そのなんか家を出てから、そのなんかね、<laughs> 車に乗って駅に到着してからとか、そこはいらないんだよ、みたいな。そこのくだりはカットしろ、そこはっていう。編集でカットじゃってなるやつ。<laughs> 朝親と揉めてとか、いやいや違うんでその後のことを聞きたいんだよっていう、なんか、なんだろうね、その人のエピソードトークになっちゃうんだね、ずっと。そうなんですよね。それがなんか、伏線として、 ちゃんと最後につながってるとスッキリするんですけどねそういうわけでもないですからねあれさっきの話なんだったんだよっていうね <laughs> そうそうそうあではそのくだりいらんからみたいになっちゃうんですよね伏線になってねえやっていうねうんであとはえー、質問には常に答えないと <laughs> こちらが質問するとそこから着想を得てさらに話を発展させていくと質問の回答が返ってくることは絶対にないと絶対にないって <laughs> めっちゃわかるわこれはハ <laughs> これ多分 ADHD の人これなんだろうなまあ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 そうでしょうね あの、集中力がないから常にアンテナ張っちゃってる状態というか。勝手に自分の中で先へ先へこう進んじゃってんだよね。うん,うん。何かこっちが質問して答えるっていうキャッチボールじゃなくて、その俺の質問から何かを着想を得て、勝手に自分の中で発展した答えをバン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 、うん。出していくから。出していくから、キャッチボールになんないんだよね。これあれですね、あの、テレビ討論会とか見てると、こういうのばっかですよね。確かに、あの、朝生とかでこういう人 <laughs> い、ね、めちゃくちゃいますよね。今その話じゃねえから、つってんのに、 うん上げ足取ってそっから別の話に持ってっちゃう人いるじゃないですかテクニック的にこういうことをやる人もいるかなうん、うん、わざと答えないっていうねうん,、うん、うんで次が複数の問題を混在させるっていうことでこれよこれこれある問題について話しているのにそれが解決しないうちに次の問題を提示し始めると放置していると最終的に国が悪いと言ってみたり <laughs> 隣の誰々さんのゴミの捨て方が悪くて迷惑してるといった日頃の鬱憤を着 口し収集がつかなくなくると、うん、初めに話し,してるうちにその人がなんかこうどん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 気分がこう何て言うかなかこ高揚してって <laughs> 普段の怒りをなんかぶちまけるわけだねこれねすげえわかるのが問題と感情を一緒にしいいけないんですよね問題解決をしたいんであればで、えー、とただ愚痴りたいんであれば感情だけで喋っていいんですけど。 なんか、こういうのが嫌でさ、って、嫌でさ、からはし、じゃあそれを解決するのか、ただ愚痴りたいのかの違いで、これがすげえ出てくるんですよね。感情の赴くまま喋っちゃうんかね。でしょうね。 会議っていうか、その、うちもそのクライアントの打ち合わせとかでもこういう人たまにいて、いや、その話は今してねえから、<laughs> お前の感情は一旦置いとけってなるんですよ。<laughs> 最終的になんか国とか政治とかすげえふわっとしたやつを批判し始めるみたいなね。そう,そうそうそう。<laughs> そこをゴールにしちゃうと、だって手つけらんないでしょうよって <laughs> なるんですよね。本人はね、なんか別にそういう悪気があってっていうわけじゃないんだろうけれど。うん。だから自分の中でも、 結局ゴールが見えてないんですよ、ね、そう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 、そうなんだよね。うん、で、広げるだけ広げて、まとめる能力がないというか、広げた風呂敷を畳めないっていうね。うん、逆に言えば、アイディア出したりとかっていう、その、広げた方がいいっていう方に、この力を使えるといいんですけどね。得意な、なんていうか、やっぱジャンルの、そういう会議というか、仕事というか、アイディアマンだったりはするわけじゃん、いろいろ。そうですね 着想してそこから発展させることは得意だと思うんですよ。あとはあれだよね。あの、アジテーターっていうか、その、何でもかんでも国が悪いって言って、こう人をこう、なんか、先 <laughs> 動するのは意外と得意なんかもしんないけどね、そういう人ね。そんな奴らばっかだかっ,ったら。<笑><笑>でえ、最後ね、すべての解決策を求めるっていうことで、問題の切り分けができないから、このすべての 問題不満を一気に解決できる策を求めちゃうと。これはなんか最近の政治とか見てると全部これやろうとして失敗してますよね。俺らもその少子化とかの話でこれ多分話したけれど、うん、この問題とこの問題を組み合わせて解決しちゃえば、 一石二鳥ちゃんみたいなのが、ね、っかえって悪い方にね、あの、進めてるというか。うんうん、結局、逆にその二と思うものは一とも得ずの方が、ね、まあまあそれですよ。っていうね。で、この問題の切り分けっていうのがすげえ大事で。うん、なんか、不満が一個あるとしたら、じゃあその不満の原因は何だろう、どんどん切り分けてって、で、一個ずつ解決していけば意外と、 8割ぐらい物事って解決できるんですけど、一度に、例えば、1箇所叩くともう1箇所が飛び出るみたいな案件ってあるじゃないですか。はい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 。それを同時に片付けようとするから絶対無理になっちゃうんですよね。<laughs> なるほどね。うん。それが1個1個だったら1個沈めて、飛び出たところを沈めてってやれば、もしかするとうまくいくんですけど、これを打つとこっちが飛び出るからなーで諦めちゃうと、 それを同時に解決しようとしてあの失敗するっていうのがすげえあるんで、物事は1個ずつ切り分けてやるのがおすすめでございます。で、この方のね、結論が書いてあるんですけれど、はい、本人が問題を認識できておらず、それなのに不満はたくさんあるので、つい愚痴っぽくなり、えー、誰も聞いてくれないので、マシンガントークになり、<laughs> しかも問題解決されないので、負 <laughs> のループにはまってしまうと。うん。 聞き手は話の交通整理をし、問題をエスパーし、理性を振り絞って感情をなだめてやり、現実的な解決策を提示するが、大抵感謝されないと、うん。 この人はね、医療関係の相談の仕事をやってるっていうんで、まあ仕事柄、こういうふうにまあ付き合ってはいるけれどっていうことなんだね。うんう,んうん。で、またこういう方々は基本的に依存的なので、絡み口調でねっとりとしていると。最近は口調だけで判別できるようになってきましたと。<laughs> ちょっとわかる気がしますけどね。これはね、俺もすげえわかるんだけれど、その、付き合っても感謝されないっていう。<laughs> うんうん、あの、こっちが解決策を出しても、やらないんですよね、それをね。絶対納得しないから。 うん、納得しないです <laughs> この手の人って <laughs>、うん。アドバイスを聞くタイプじゃないんだよね、こういう人た、ね、ただ喋りたいだけですからね、こういう人たちって。結局、自分の感情が優先されてるから、うん。いい気持ちになるか、いい気持ちにならないかだけだから、うんうん、問題の解決動向じゃないんだよね。そうなんですよ。俺、だからこういう時は必ずね、一番最初に聞くんですよね。あの、 愚痴りてえのか問題解決してえのかどっちだっていう話を。で、それで愚痴りたいっていう人に問題解決法をやったところで無駄なので。<laughs> 愚痴りたいんだったら愚痴っていいけど、問題解決したいんだったらこっちの話を聞けって毎回言いますね。<laughs> で、それを女性にやると嫌われるっていう話をしてるんだよね、前にね。そうそうそうまあ、よくやってますよね、<laughs> こういうのね。まあ、そうだな。中にはそういう愚痴を聞いてほしいっていうだけのパターンもね、まあ、あるにはせよ。 うん、こっちがエスパーしなきゃなんないっていうね聞き手側がっていうそうなんですよね相手の立場に立つっていうのが多分苦手な人はこうなりがちなのかなとこういう人とこううまく付き合うためにはどうしたらいいんだろうかっていうねうんん、えっとねこういう人との付き合いはもう慣れるしかねえっていうのが一個で逆に自分がこういうふうになりがちだなって思う人は 説明書を読んだりだとか、説明書を書いたりっていう練習すると少し頭の中が整理できると思う。はあ、なるほどね。これあの、俺がボドゲ作ってる時に結構やるんですけど、ボドゲ作ると自分でそのルールをこう、明言しないといけないじゃないですか。説明書を書かなきゃいけないんですけど、それって全然知らない人。 その設定ゼロからの人に全部分かるように書かなきゃいけないんですよ。うん。ってなると、もう相手の立場に全力で立って物事をこう考えるっていう力がだいぶつくので。なるほどね。はい。なので、えっとね、あとプログラミングやると結構、なんていうの、プログラミングも結局その、 パソコンっていう知識ゼロのやつに、こういうふうに動いてねっていうのを順序立てて説明するんで。動かないってことは自分の命令の仕方が悪いってことだよねあ。そうそうそう,そう。だそれを何回かトライアンドアレアしていくと、なるほどな。こういうふうにやれば伝わるのかなっていうのがちょっと分かってくるかもしれないですね。あとは、まあそのね、さっきの感情と切り分けてっていう話だけれど、うん、基本的にやっぱりその、一回聞き役に回ってみるとか、うんうん、これは学習なのかな経験値なんかもしれないけれど。うんうん 自分でこういう風になっちゃうなって思った人はさっき言ったような練習してちょっとずつ直すしかないと思うんでまああとはこううちらみたいにこういうふうに収録とか YouTube とかやってると、まあ、訓練にはなるかなとは思うよね喋、うん、る訓練にはなりますよね特にさこういうふうに顔を見合わせないで喋るトークって相手のそのリズムとか呼吸とかある程度察してうん、うん、あ今ちょうど話し終わったなとか 次このタイミングでこういうふうに締めようとかっていうのはその先回りしてちょっと考えたりするからそうですねあんまりこうね話ぶつかんないようにしようとかねそうそうこれは本当にあのやっぱ慣れなんだよねやっぱり、うん、そういうところから学んでいくっていうパターンもいいのかなっていうそうですねあと電話できる人はこういうの強いんじゃねえかなっていうそうだねやっぱ電話なんだろうねうん相手のこの顔見なくてもね感覚で喋れちゃうっていうのは だいぶ強いですけど、電話してくるやつに限ってこの話が嘆いだけの解決策を求めないのが多いんでね。<laughs> だからその、やっぱ電話苦手な人は相手の表情がわかんないからっていう人もいるんだよね。うん。 そういう人はだから会話からじゃなくて相手の表情とかその口元とか見ながらこのタイミングを見計らったりその今この人は怒って喋ってるのか喜んで喋ってるのかっていうのをその視覚的に捉えてるっていう部分もあるんかもしんないよね。これもまあ慣れなんかもしんないけどその声のトーンとか震えとか息遣いとかでちょっとやっぱ感情がある程度わかるようになるというのかな。うんうん まあ練習っちゃ練習ですよね。あとは例えばだけど、まあね、どっか飲み会なりなんなり、その練習の場を求めて行って。これは本当そうだね。で、<ー>行った後に喋った終わりにするんじゃなくて、終わった後に今日のどうだったっていうのを人から聞くのはありです、ね。<laughs> だいぶしんどいとは思うんですけど。<laughs> <だ>ね、<laughs> ダメ出し食らってもいい,いいわけだしね、そこで。そう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 。ダメ出しをしてもらって、今日はこんくらいだったよっていうのを言ってもらえれば、それを基準にできると思うんで。 うん、自分じゃ気づかないところだと思うんだよね、これって。そうだね、指摘されないとなかなか自分でも気がつかないところはあるだろうな。うん、ちょっとやっぱり、まあ俺とか匠くくんが特殊なのはさ、うん、自分が喋ったもんはその後編集してんじゃん。はい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 。 だから、自分の喋り方とか特徴とか癖とかが客観的に割と理解できてるだよね。それはそうですね。人に指摘されなくても自分でこういうふうに何回も自分の喋りを聞いてるからこう、ブラッシュアップできるっていうのかな。うんうん、少しずつこう自分で直していけるっていうのかな。のありますよね。ここをこうした方がいいなっていうのは毎回必ず思うんで。必ずこれを編集してて、あ、ここ失敗したなとか、うんうん、ここの発音が良くなかったなとか、すごい細かいところでこう、 性というか、こうね、うんうん、あったりするから。 普通の人は多分自分が喋った会話を聞き返さないじゃん。まずないですよね。<laughs> それ、<laughs> それがあると絶対あの、唐突なこういう名詞変だなとか、ここの時系列のここの前振り全くいらないなとか。そう、だ、あのー、ほら、しかも、うちら編集するじゃないですか。<laughs> そう、編集してるからね。編集すると本当に、あ、ここカットだなっていうのすげえある。めっちゃあるよ。自分のトークでもめちゃくちゃカットするからね。うん,うん。で、それは練習になりますよね。なるなる。 どうやれば効率よく喋れるのかみたいな。そうそうそう。これは本番ではもうこのパターンは使わないなとか、ここのこういう前振りの仕方はどうせカットするからいらないなとかね。うん,うん。あとね、編集しててすげえ思うのは、このタイミングでぶつかるんだなとかってね。はいはいはい。<laughs> 言葉がっていう。<laughs> これ多分なんか0.0コンマとかそういうところなんだろうな。そこはまあほんと難しいですよね。 しゃべる相手によってもやっぱり変わるじゃないですかそうなのこれは人それぞれの間があるから匠くんとはこの間が空いたらどっちかが喋り出すっていうのがなんとなくこう合意が取れてるんだけどうん、うん、他の人でやると違うなぶつかったりとかねそれこそ両方黙っちゃって黙っちゃうそうなのあんのよこれをほら編集上はそこ詰めてるから聞いてる人は分かんないと思うんだけれど、うん、これノン編集で流したら結構ぶつかってますからねめちゃくちゃぶつかってるしめちゃくちゃ噛んでるし <laughs> <laughs> それは本当にあるんだよね。そうなのよ。だ、いたいさ、そんな、普通気にしないからね。まあね。普通の人は。普通に喋る分にはね。出すもんじゃないから、別に噛んだっていいし、うんうん、ぶつかったっていいんだから。うん、<laughs> 俺らはその、YouTube に出す上で、あの、それを編集してるってだけで。だけで。ただね、あの、会話の練習にはなりますなる、ね。これめちゃくちゃなってる。ので、まあもし気になる人は誰かと喋ったやつ録音して、 これをラジオに載せるんだったらどう,う編集するってのを考えて、<う>いらないところをそぎ落とすっていう練習をするのも、まあ一個ありかなと。自分で聞き返してみるっていうね。うん。その自分のいいところと悪いところが見えてくるんじゃないかなっていうね。うん。っていうことで。まあ、これに関してはだからあれだね。経験とかそういう勉強の仕方で会話しただけで頭が悪い人だなって思われないようにすることはできるっていうことだね。まあ全然できると思います。訓練でなんとかなると。うん。 いうことでね、今回このね、会話しただけで頭が悪い人だな、IQ 低そうだなと感じるとき、その人の特徴はどのようなものですかというね、問いに対しての答えというお話でございました。くだらないもの工房の匠です。卓上セーブポイントやボードゲームなどいろいろ取り揃えております、くだらないもの工房のネットショップございますので、くだらないもの工房で検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。